どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。キラキラプリキュアラモードキラキラトレーディングコレクションワンボックスの方を開封していきたいと思います。こちらがワンボックスの箱になります。ではワンボックスの箱のパッケージの方を見ていきましょう。で開けます。箱の中身開けるとこのようにぎっしり入っております。全部で20パックございます。ではバックのパッケージの方を見ていきましょう。前側のパッケージはこのようになっております。後ろのパッケージはこのようになっております。ちなみにカードの種類は全部で30種類、1パックカード2枚入りでございます。ちなみにこのキラキラトレーディングコレクションなんですが、ワンボックスだけで揃わない場合もございますのでご注意ください。では早速カードの方を開封していきましょう。まずは1パック目では見ていきましょう。ピュアチョコレートと書かれておりますが、ピュアショコラでございますのでご注意ください。ピュアショコラが出ました。そして後ろはこのようになっておりますね。ナンバーは15番です。そして今回のこのキラキラトレーディングコレクションはカードが2枚入りなのでもう1枚ありますね。こちらはピュアホイップになります。後ろはこのようになっております。カードの番号は17番です。続いて2パック目ピュアカスタードが出ました。後ろはこのようになっております。カードの番号は12番です。続いてピュアジェラートが出ました。後ろはこのようになっております。カードの番号は08番です。続いて3パック目続いてペコリンが出ました。後ろはこのようになっております。カードの番号は22番です。続いてピュアマカロンが出ました。後ろはこのようになっております。カードの番号は14番です。続いて4パック目続いてキュアショコラが出ました。後ろはこのようになっております。カードの番号は21番です。続いてキュアホイップが出ました。後ろはこのようになっております。カードの番号は06番です。続いて5パック目ひまりちゃんのカードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は24番です。続いてキュアジェラートが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は19番です。続いて6パック目続いてゆかりちゃんのカードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は26番です。これは全員集合のカードですね。キラキラプリキュアアラモードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は30番です。続いて7パック目キュアカスタードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は18番です。続いて葵ちゃんが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は25番です。続いて8パック目はい、全員集合のカードが当たりました。キラキラプリキュアアラモード後ろはこのようになっております。カードの番号は28番です。続いてキュアマカロンが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は4番です。続いて9パック目キュアショコラが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は10番です。続いてキュアホイップが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は1番です。続いて10パック目アキラちゃんのカードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は27番です。続いてキュアホイップが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は11番です。続いて11パック目キュアカスタードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は7番です。続いてキュアジェラートが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は13番です。続いて12パック目キュアマカロンが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は20番です。はい、アキラちゃんのカードが当たりました。こちらはかぶったカードになりますね。13パック目キュアホイップが当たりました。後ろはこのようになっておりますがかぶったカードになりますね。はい、こちらのカードもかぶったカードになりますね。続いて14パック目キュアジェラートが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は3番です。続いてキュアマカロンが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は9番です。続いて15パック目キュアショコラが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は5番です。続いてキュアホイップが当たりました。カードの番号は11番ですね。やはり最後に当たったカードどうやら被っておりましたね。16パック目ペコリンのカードが当たりました。後ろにはこのようになっております。カードの番号は16番です。続いてキュアカスタードが当たりました。
カードの番号は18番ですね。続いて17画目、はい、キュアジェラートが出ましたが、これはかぶったカードになりますね。はい、キュアマカロンが当たりましたが、こちらもかぶったカードになります。続いて18画目、キュアショコラが当たりましたが、かぶったカードになりますね。続いていちかちゃんのカードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は23番です。続いて19画目、キュアカスタードが当たりました。後ろはこのようになっております。カードの番号は2番です。続いて全員集合ですね。また1外ですね。後ろはこのようになっております。カードの番号は29番です。では最後の20画目、はい、葵ちゃんのカードですね。これは当たっておりますね。続いてキュアマカロンのカードもかぶったカードになります。20パック開封してきた結果なんですが、見事ワンボックスで全30種類揃いました。ありがとうございます。では改めて一通り順番から見ていきましょう。1から30までございます。では一つずつ見ていきましょう。以上でキラキラプリキュア荒模様キラキラトレーディングコレクションワンボックス開封していきました。ワンボックスでは揃わないことがあるんですけども、なんとかワンボックスで全30種類揃うことができました。ありがとうございます。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。